タクボ君は規格外。規格外。一つ思うけどね、今日掃除婦ね、お尻ポンとやったらね、なんとか嫌がる女ですわ。嫌がらん女もあるけどね、どこがグラマですかという。ほいでね、ふと思うけど、その子は可愛いんですよ、結構。怖いけどね。だからそれ、例えば物をするのに、それ触らんかったら、今日切ろうと思ったけどね。触らんかったらずっと折れるでしょ。だからそっちの方も我慢せなわ。ほいで、今度、愛人になるときに H 一発するとね。そういうふうにして持っていかなわな。ということを気づきました。今日の話題は、タクボ君は規格外。規格外。俺、ほいとね、皆さん、びっくりするけど、函館の北高ってあるんですわ。で勉強はあれだけど、お前は私立も入らんといって、まあ、真ん中で2週間勉強して入ったけど、赤点やつだってね、高点も0点でね、わしね、学校抜け出したんだって、頑張って。そんな子おりませんよ。ほいでね、万引きした、俺の連れ割りなんばかしやが、万引きしたのおったりね。そんな子おらんと思うな。ほいで、まあ、何や、学ランを 裏にしてね、ほいでコート着て、ビジネスバッグ持ってね、16の時よ。ほんでパチンコ打ってんだからね。ほんで俺の連れ割りのばかしでね、なんかタクボ見とけよ、言って本パコってこなすんだろうと。そこから本のほのかっぱり始まったけどね。それは悪いのも、それともう一人、ね、三上ってやつがね、なんかマクドナルドじゃないや、服屋行って、レジンとこでパパー金取ってね、意外と悪いのおったな、俺の連れ。まだおった、小学校の時に NHK の集金の子供だったんですよ。集金の金3000くらい持ってきて、俺らにおったけど、親が言うとった、福田君と付き合いなさんなんですって。なんつうかな、その福田君は風邪ひいて死んだけどね、背の大きく。あれも大きかったら何すんのかな。それで幹事一のとこってなんか不良っぽいの連れてきてね、足の5つがあると思う。だからタクボ君は規格外。以上。